くなっちゃったね。多分下の細い梁じゃここは支えきれないだろう。そっか。ごめんエステル、僕があの時足をもつれさせなければ。そういうことは言いっこなし。私だって岩の下敷きになるところをヨシアに助けてもらったしね。でもなんでかな、こんな状況なのにちっとも怖くないのよね。ヨシアはどう？そうだね、僕も全然怖くないかな。ねえヨシア、二つお願いしてもいい？いいよ。一つ目は私のこと抱きしめててくれる？喜んで。それから？そのしつこいって思われたらちょっと嫌なんだけど、やっぱりその悔いは残したくないっていうか。ごめん、その先は僕に言わせて。エステル、キスしてもいいかな？
Thank you.